ハローオラーこんにちは。パーカッション高文です。今回は、ポヨカウベルジャパンさんのハンドメイドカウベルを紹介させていただきます。これ、なんと日本製でございます。はい。もう素晴らしいですね。あのー、この意味がわかりますでしょうかまあ、ご存知の方はね、ご存知だと思いますけれども、この見た目からパッとね、あ、これ JCR のカウベルみたいだなって思った方もいらっしゃるかと思います。はい。その昔といっても数年前なんですけれども、JCR というね、 ハンドメイドのパーカッションのメーカーがブロンクスにありまして、そこの出してるね、カウベルが非常にクオリティが高いと、パーカッショニストたちの間で話題になりまして、これはね、幻のカウベルだよってね、言われたりしたんですね。ただ、もう職人さんがご高齢で、亡くなってしまったっていうね、お話なんですけれども、もう作られていないというところなんですね。この JCR ね、今、いわゆるオークションサイトとかフリマアプリで結構高額で転売されてるんですね。 まあそれすごいいかがなものかなと思ったりもするんですけれども、まあ、それぐらい人気の高い、そして希少価値の高いカウベルだということです。はい、でこれがもう作られてないから、これ今欲しい人はどうすればいいんじゃと。そしてポスト JCR はね、どこのメーカーが担うんじゃっていうところだったんですけれども、そこで、ポヨさんのハンドメイドカウベルが登場しましたと。しかも日本製っていうね、もうこれ待ってましたっていうやつなんですね。はい、そんなこんなでございまして、これからカウベル欲しいよという方ね、ぜひこの、 ポヨカウベルジャパンさんのハンドメイドカウベル選択肢に入れてみてはいかがでしょうかというところでございますいわゆる大手メーカーの LP とかマイネルとかゴンボップスもね安定したクオリティのカウベル出しておりますけれどもこうやっていくとっていうか耳が肥えていくとね <laughs> だんだんこのカウベルの倍音とか音の長さとかね音程感とかこだわっていきたくなるっていうところでハンドメイドカウベル、えー、はやっぱいいなと えー、いうところなんですね。これから音聞いていただきますけれども、もしね、欲しい方いたら、今個人制作で、えー、一人で作られてるというところなので、Facebook にダイレクトメッセージをくださいということでございました。なので、ぽよさんの、えー、Facebook ダイレクトメッセージの、えー、リンクをですね、概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひ TM してみてください。あでは、今回いくつかサンプルをいただきましたので、それぞれディティールをちょっと見ていきたいと思います。まずはこのね、ルックでございますね。いかがでしょうか この色合いというか風合いというか、もうね、好きな人にはたまんないと思いますね。僕はもう完全にこの JCR をオマージュ、踏襲してるのかなっていう印象を抱きました。まあメーカーのね、シール、ぽよカーベルメイドインジャパンっていうね、えのもあったりして、この形状とサイズによって、このカーベルの音程、音色っていうのは決まるんですけれども、こういうふうにえフラットなもの、 もものもあればちょっとこう丸みがついたものもあるとピッチが違いますよねではたまたこのマウスがかなり大きめでえ広くなっているえ広がっているタイプもありますとはいこれはかなりピッチが高いですねそれからこんな感じでね ひときわ目立つ赤色にペインティングすることもできると。まあ、これもね、ハンドメイドならではだと思います。ここからですね、いよいよこの今あるカーブルを叩いたのを聞いていただきたいと思います。それぞれね、特徴が違いますので、よかったらね、イヤホン、ヘッドホンをつけて聞いてみてください。それでは、どうぞ。 はいいかがでしたでしょうかかなりね、面白かったんじゃないかと思いますけれども、はい、聞いたそのままの感想をね、ぜひコメント欄に書いていただけますと、ぽよさんもきっと参考になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、このカウベルをそもそもこんなにね、聞き比べたことないよと、まあ、そもそもそんなにね、叩いたことないよっていう方は、あカウベルってこんなにいろんな音あるんだと、いろんな倍音出るんだってね、思う方もいるかもしれません。 カウベルって言ったら、まあ、いわゆる単一的な音で、音が短くて、コッコッコッコみたいな、いわゆるメトロノームみたいなね、えー、ものをイメージする方も多いかなと思うんですけども、実は実はそんなことはないと。で、さっきも言ったように耳が肥えてくると、だんだんこのね、複雑なバイオンっていうか、芳醇な音がする方が、あの、美味しく感じるみたいなね、えー、ところがあります。で、ハンドメイドカウベルなので、 これね、作った、えー、ばっかりの状態の音が良ければ、まあそれでもいいし、だんだんこうね、叩いて育てていくっていうふう、えー、なこともできる。まあつまりよく鳴らすポイント、えー、よく響かせている音が、えー、だんだんこう抜けてくるようになるんですね。まあつまり経年変化だんだんしてくるっていうことなんですけれども。あとは倍音がちょっと気になるなっていう場合は、軽く、えー、ミュートしたりですとか、人によってはこうね、ペタペタ触って、若干こうサビをつけて、 え音をね、おとなしくするっていうようなね、使い方をする方もいます。まあ、そういう育てるね、楽しみがあるっていうことですね。はい、そしてこのカウベルを叩くビーターもですね、実はハンドメイド製でございます。そしてかなりの種類、いろんな材質のものを作られているということで、これもね、音全然違って面白いんですよ。より一番硬いものだと、これはね、ちょっと材質は何かわからないんですけども、多分ファイバー製かな か硬、はいえー、いものであれば当然硬、えー、い音がしますしその絶妙なね若干マイルドにしたいときには柔らかめのファイバーだったりこう辺も完全にねしなるゴムのようなビーターもあったりかなり細かくですねこの硬さ え音の太さっていうのをビーターによっても変えることができますちょっと叩き比べてみますので聞いてみてください はい。というわけで今回は、ポヨカウベルジャパンさんのハンドメイドカウベルを紹介させていただきました。えー、気になるよ欲しいよという方ですね。概要欄見ていただいて、えー、ポヨさんにフェイスブックでメッセージを送ってみてください。はい。こんな感じでこのチャンネルはパーカッション、えー、情報マニアックに発信しております、えー。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。またメンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーター様を大募集しています。 こののチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、メンバーシップになっていただきますと、僕がさらにマニアックな、ディープな情報ですね、あんまりこの YouTube の再生数を気にせずに出せるという形になりますので、ぜひ何卒ぞよろしくお願いいたします。はい、また毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。